1968年2月2日は、日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍中将、大分市長、大分県早見郡肘村で生まれる。1901年11月22日、陸軍士官学校を卒業し、1902年6月23日、陸軍騎兵将尉に民間式兵第12連隊府となる。日露戦争に出征。 陸軍大学校で学び、1913年11月26日に卒業した。以後、陸軍省軍務局会員関東都督府陸軍部府、臨時万修座と兵坦司令官、関東兵団参謀、関東軍参謀、騎平第16連隊長、第10師団参謀長などを歴任。1929年8月1日。 陸軍少将に進み、騎兵第四旅団長に就任。第十二師団司令部府を経て、1932年8月8日、軍馬補充部本部長に転任。1933年8月1日、陸軍中将に進み、1934年8月1日に、大名、同月30日予備役編入となる。1937年7月、 留守第六師団長に就任し、1939年3月9日に召集解除となる。1944年6月24日、大分市長に就任。1945年3月31日に市長を退任し、同日、大分地区司令官として召集され、終戦を迎えた。その後、公職追放となった。ありがとうございます。